2022年9月休止検定3級2級共通直前現状チェック対策その2。休止検定レベル表マトリックスを使った直前チェックおよび対策方法。日本資格協会のホームページから実践編と司法編のマトリックス表をダウンロードします。こんな感じの表です。20丸はその内容を実務で運用できるレベル、丸はその内容を知識として定義と基本的な考え方を理解しているレベル、三角は言葉として知っている程度のレベルとのことです。レベル表が20丸の項目に対して、前回の動画その1のチェック結果完璧から×を再確認して、完璧なら何もしない、20丸なら2から3問ほど問題をやってみて、大丈夫そうなら完璧ということで、OK としましょう。丸だったら4から5問ほど問題を解いてみて不安箇所を解消しましょう。あんまり時間かけすぎないように注意しましょうね。三角の場合、数時間ほど時間をかけて解き方がわかるぐらいまでは持っていきましょう。あんまり焦らないように。バッテンの項目はとりあえず数時間取り組んでみましょう。もし理解できそうだったら頑張って苦手をなくすようにしてください。ここも時間かけすぎないようにね。 V レベル表が10丸の項目に対して、前回の動画その1のチェック結果完璧から×を再確認して、完璧なら何もしない、20丸も何もしなくても OK、 丸だったら2から3問ほど問題を解いてみて不安箇所を解消しましょう。気分だけで OK、時間かける必要ないです。三角の場合、丸の状態にするのに時間かかりそうだったらほっときましょう。×の場合は、もう時間ないので手をつけずに諦めましょう。細かいことは気にしない。一級三。レベル表が三角の項目に対してはチェック表でその言葉を見ておぼろげにイメージできたら何もしなくていいよ。 V 46%。 試験まであと少し、体調に気をつけて頑張ってね。 V みんな頑張れー。